東京都は昨日141人の新型コロナウイルスへの感染を確認しました。4日続けて100人台の感染者となる一方、接待を伴う飲食店で合わせて15人の集団感染が明らかになっています。集団感染が起きたのは葛飾区のニューパブリーサです。区によりますと、先月26日に従業員一人の感染が確認され、一昨日までに 客や従業員など合わせて15人が陽性となりました。店は先月26日から休業しています。また、同じ都立高校に通う生徒7人の感染も明らかになっています。都によりますと、1人の感染が判明した先月26日から一昨日までに合わせて7人の生徒が陽性となりました。集団感染が疑われる事例は都立高校では初めてだということです。